春5月27日、6月3日、学生会が主催する体育祭が本郷キャンパス、流山キャンパスで開催されました。毎年行われるこのイベント、今年は学生・教職員合わせて約220名、45チームが参加しました。行われた種目は、ドッジボール、バレーボール、バスケットボール、フットサル。どの競技も男女混合で行われ、熱い戦いが繰り広げられました。参加者たちは、スポーツを通じて、学年や学部、団体の垣根を越えた交流を楽しみました。